はい、皆さんこんにちは。ラクタペンタメのノブです。本日もよろしくお願いいたします。このチャンネルはですね、エンターテインメントに関することを毎回一つテーマを決めて配信しております。私が映画好きのタップダンサーということで、映画やタップのことを中心に配信しておりましたが、今はタップのことを中心に配信しておりますということで、もうお分かりですね。いきましょう。本日のテーマはこちら。はい、皆さん元気にタップダンス楽しんでますでしょうか。本日も皆さん方にお会いできたこと感謝して全力で配信していきたいと思います。皆さん方の貴重な10分ちょっといただきますけども、どうかその時間少しでも皆さん方のお役に立ててタップの楽しさ共有できたら嬉しいかなと思いますので、どうぞ最後までよろしくお願いいたします。それでは本日の動画の流れを説明させていただきます。まず最初に今日やるステップ、ついでそのステップの解説、こちらのステップの解説はステップの順番のみの解説となっております。それから少し一緒に練習して曲に合わせて踊っていきたいと思います。それからまとめのコーナーを挟んでおまけのコーナーへと続いていきます。こちらのおまけのコーナーはですね、今日ちょっとなんかうまくいかなかったぞって方に向けてのですね、何かヒントとなるワンポイントコツをご紹介しております。ですのでね、ちょっとなんかうまくいかなかったぞって方はですね、こちらのおまけのコーナーまで見ていただくと少しはやりやすくなるんじゃないかなと思っております。またですね、もうステップの解説動画だけでうまくできたよって方はですね、もう一緒に曲で踊ったところでこの動画のご視聴をやめていただいてもいいんじゃないかなと思っております。ということで本日のテーマは4サウンドと6サウンドが混ざったちょっとややこしいステップアップ、イエーイ。はい、ここ最近ですね、まともなタイトルだったんですけども、ちょっとここに来てまたちょっとふざけたタイトルになってますけども、まあ、ふざけてはいないんですが、やっぱね、4サウンドと6サウンド、まあ、音がね全然ステップ違うといえば違うんですけども、それをちょっとね混ぜて使ってるのでちょっとね戸惑うかなと思います。さらに6サウンドとステップといっても4連でずっとイーブンで使ってますので、6連では使ってないのでですね、ずっとタタ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 のこのリズムの中に4サウンド使ったり6サウンド使ったりのステップを使ってますので、ちょっとねややこしい、もしくはちょっと間違いやすいっていう感じになってますので、ぜひねそういったちょっとややこしいところ、うわめんどくさいなっていうところも楽しみの一つに書いていただけたら嬉しいかなと思います。ということで本日も楽しんでいきましょう。よーいスタート。それでは本日ステップいってみたいと思います。5、1、2、4。それではステップの解説いきたいと思います。私右足から始めさせてもらいます。ただ今回ですね、左右両方出てきますので、どちらの足から始められても大丈夫かなと思います。私と同じように右足から始められても大丈夫ですし、この動画を鏡として見ていただいても大丈夫かなと思います。それでは早速いきましょうね。せーの、シャッフルフラップ、ヒールヒールヒール、スカッフルステップヒールです。せーの、トン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 、ダン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 となります。でリズムが最初だけゆっくりです。タンタン、あとはタタ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 トンと細かくなります。はい、シックスのタンタンタタ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 トンとなります。これを2回繰り返します。チャンチャンチャララ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 、タンタンタタ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 トンとなります。そしたら先に最後いっちゃいましょうね。だ後半は最初のところは前半と一緒です。タンタンタラララ、ここから6連になります。終わったらパドルになります。となります。で、リズムが最初はゆっくりですが、あとは細かい感じになります。タンタンタタタタタタティティタタティティタタタタタハハ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 。ちょっとね、裏側でリズム込みでやりましたけども、リズムはやっぱりシャッフルのところだけはちょっとゆっくりなんですけども、あとは細かい感じ。ただこっからは最初6連ステップ、あとはとなります。じゃあ一回ね、頭からちょっと
どうなるかやってみましょう。はい。シックスの、タンタンタタ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 トン。はい。タンタンタタ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 トン。そしたら、6連入ってきます。タララララ、6連。普通のパドル。となります。そしたら今左足が上がっているので、あとは左足から同じことを始めるだけです。なのでちょっとね、左足やることも一緒なので、ここはちょっとずっと頭から流していきますね。せーの、タンタンタタ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 ドン、タンタンタタ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 ドン。はい。タンタンタタタタ、6連。あとはパドルです。で、右足が終わって終わるので、また右足から始まります。はい、行きましょう。左足ちょっと行きましょう。はい、シックスの、タンタンタタティ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 タタドン。はい、タンタンタタ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 ドン。はい、タンタンタタタタタタ。となります。おそらくね、大丈夫なんじゃないかなと思います。そしたらゆっくり練習いってみましょう。5、6、7のタンタンタラーア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 ーチャンチャン。ほいタの、はい、タタタタイティタタタタタ、はい、タタイティティティタタタタタドン、タンタンタアドン、タンタンタドン、タンタンタタアアアアドン。はい、シックスの、はい、となります。おそらく大丈夫なんじゃないかなと思います。それではね、ちょっと早く練習してみましょう。はい、スイッチの。はい、スイッチの。No.
せーの。となります。おそらく大丈夫なんじゃないかなと思います。それでは曲で行ってみましょう。はい、それでは曲で行ってみたいと思います。5、6、7、はい、皆さんいかがだったでしょうか。ちょっとね、油断するとステップ間違えそうだったんじゃないかなと思います。ただですね、しっかりリズムのアクセントですね、タカ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 タとタカ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 のこのリズムのアクセント理解していくとステップ間違いにくくなるんじゃないかなと思ってます。次のね、おまけのコーナーにも解説してますけども、ヒールの使い方をちょっとうまく意識していくとより間違わずにやりやすくなっていくんじゃないかなと思います。ぜひ何度もチャレンジしていただけたら嬉しいかなと思います。ということで、本日も長い間ご視聴ありがとうございました。もしよければ楽タップエンタメに参加ということで、チャンネル登録評価ボタンの方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。 Let's meet next movie. バイバーイ。本日もおまけのコーナーまで見ていただいて誠にありがとうございます。今回ですね、まあ、ちょっとテーマでもちょっと非常にややこしいです。なぜここまでは同じステップですよね。その後に普通のパドル4連が来るか6連が入るかってとこですね。最初はタンタンタタタタ4連、チャンチャンチャチャタタ4つ、次は6つ、ドドドドドっていう、ここのね、タラララランなのか、タラララリ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 ララ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 ラなのか、ここをねちょっと意識していけばいいかなと思います。タンタンタラララダ、タンタンタラララ右、タンタンタラララ右、左、右、右に乗る、このヒールの踏むタイミングをねしっかり掴んでいけば大丈夫かなと思います。ということで本日もありがとうございました。バイバイ。